はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年の12月下旬からですね、悪性リンパ腫で入院してて治療中のですね、笠井アナウンサーもね、抗がん剤の副作用で味覚障害と、口内炎がね始まったと、ブログでね現在の状況をお話しされていました。呼吸も生えてきたとね言ってましたね、口の中にね。まあ、それに伴って食事制限もね出されたようです。でそれはねこんな内容でした。本日、急激に白血球の数値が下がり、行動制限と、食事制限が始まりました。コンビニも行けないし、火を通したもの以外の基本的に食べれませんと。生野菜もダメ、ヨーグルト、ヤクルト、納豆もダメ、フルーツは缶詰のみ OK です。ここで困ったことが起きました。恐れていた口内炎が出てき始めたことです。味覚障害が始まって先生に口の中を見てもらったところ、苔が生えてますね。何、口の中に苔ですか。鏡を見たら舌が真っ白、抗がん剤の副作用だそうです。まあまさに僕と同じ状況ですよね、症状ですよね。まあ、僕はね苔ではなくてねカビだと言われてるんですけどね、まあ、白いのは同じですね。まあ、あと味覚障害のね味覚の変化についてもねお話しされてました。私の場合は何でも甘く感じてしまって、とにかく辛いものが食べたい、辛いものの、ね、苦手なのに、刺激のあるものを口にしたい、苔によって舌の感覚が鈍っていたのかもしれません。それで味覚もおかしくなっていたんでしょうね。という感じでね、皆さん似た症状ですけども、まあ、症状というのはこのようにですね、まあ、ほんまに人それぞれです。まあ、笠井さんの場合はその、ね、舌に直接塗る治療薬をね出してもらったようです。注射器に入っている黄色い透明な液体でね、注射針はねついてませんでした。その画像がね載ってたんでね、まあ、そのままその下に、下の表面にねこうチューってこう出して、押し出すタイプでしたね。まあ、よく聞いたみたいで、その下の色もね白いかったやつがね元戻ってきたみたいですよ。まあ、初めてのことだったと思うのでめっちゃ焦ったと思うしね。まあ、舌に苔なんて、ましてやカビなんてね、誰も望まないですからね。で、ほんで、その注射器で、その薬を使ってから、まあ、味覚も戻ってきたとね、おっしゃってました。そしてね、それと同じ時期にですね、口の中の傷がね、できてる感じがこうし始めてきたってね、おっしゃってましたよね。これがね、あれですやん、口内炎ですよ。口内炎ができ始めたようです、笠井さんもね。まあ、この悩みがね、やっぱついてくるんですよ。そのね、口内炎といってもですね、抗がん剤も何もやってない普通の人らがね、なる口内炎にはですね、味噌汁がいいですよ。野菜をいっぱい入れて食べてください。まあ、笠井さんの話に戻しますけども、その口内炎に関してね、こんなことが書いてました。毎食後、入念に歯磨きをして、うがい薬で口の消毒もしてきました。しかし、抗がん剤の副作用には勝てなかった。とにかく刺激物を食べると口の中が痛い。ね、もうこれはね、悲鳴ですよ、ほんまに。このいつも使ってたその調味料のシリーズのね、画像もアップされてましたけども、それが全くこう全てね、刺激物になりますので、ほんまに全く使い物にならなくなってしまったようです。あと甘い飴ちゃんとかね、甘いもんもね、痛いんですわ、結構ね。僕も甘いものは食べれませんし、一番痛みのその大きくのがね、長く続くのがチョコレートですね、僕の場合はね。でもね、こういったその味覚障害の状態であっても、味はね、覚えてるんですよ。だから食べたくなるんですよね。特にね、食べたいなって思うのが、僕の場合はね、白菜キムチです。すっごい食べたいです。こういったね、味覚障害や口内炎はですね、先ほども言いましたけども、抗がん剤と副作用で起こる症状なんですよ。
血液のがんでね、抗がん剤をするとですね、血液中のがん細胞の細胞分裂の過程に働いてくれてですね、がん細胞の増殖を防いだりとか、細胞がね、成長するのに必要な、物質をね、作らせない、まあ、あるいはその過剰にね、こう生産させてしまうがん細胞のね、死滅をね、促します。まあ、このようにですね、抗がん剤はですね、どんどん分裂して増殖しているそのがん細胞に作用する薬です。まあ、正常な細胞でも細胞分裂速度のね、速い血液細胞なんか、まあ僕らの、ね、病気なんかそうですよ。血液細胞やその口腔粘膜、口の中の、ね、粘膜ですね、あと胃腸の粘膜と毛根ね、毛根の細胞などはですね、抗がん剤の作用の、ね、影響をね、すごい受けやすいです。ほんでね、まあ、その白血球の減少によってですね、その抗がん剤でね、血液細胞ってやられますんで、血液細胞の中に白血球ってあるんですよ。でその白血球の減少によって、感染しやすくなったりですね、あと貧血でしょ、出血もそうだし、吐き気、で口内炎でしょ、で下痢、味覚の変化ね、味覚障害ね、あとね、先ほど言ったその脱毛、毛根にね、影響があるんで脱毛でしょ、で皮膚障害ね、ガサガサなってするやつとか、あと、ね、爪の変化とかもね、症状がね、副作用として現れます。もうほんま爪なんか僕もなんか縦の線がバーっていまだにいっぱい出てますからね。またほんでは心臓とかね、腎臓、膀胱、あと肺とかね、神経組織かの細胞がね、影響を受けることとかね、あと生殖器ね、そこに影響を受けることもあります。まあ、いろんなところにね、その影響を与えてしまう抗がん剤の副作用ですけども、これもね、抗がん剤の種類や投与される患者さんの状態によってね、症状がね、異なります。まあ、異なりますが、まあ、大体みんな似たような症状が出ます。ただ、タイミングや出てくる順番がね、違うので、まあ、みんなこれぐらいのこんな症状が出てきますねっていう説明をね、されます。そこはね、ほんまにね、予測ができへんからね、受け止めるしかしゃあないんですよ、ほんとに。で、ほんで、口内炎なんですけども、口内炎にはね、その、抗がん剤の粘膜に対する直接的な障害と、抗がん剤によって骨髄機能が抑制されて、局所感染する二次性障害のね、この二つがあります。そのさっき言いました骨髄機能っていうのはですね、その骨髄では、骨髄って骨の中にね、骨髄ってあるんですけども、血液細胞を作られるところなんですよ。で血液の成分である、まあ、赤血球、白血球、血小板が作られてます、そこではね。で骨髄機能の抑制によりですね、抑えつけることによりですね、抗がん剤でね、骨髄機能を抑えつけることによって赤血球が減少すると、貧血になりやすくなります。で白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。免疫力が下がってしまうんでね。でまたその血小板が減少するとですね、出血しやすくなります。今のは骨髄機能の説明だったんですけども、ちょっと置いといて、で、まあ、そういった感じのこの2つのことから口内炎が発症してしまいます。でその口内炎がある場合での、ね、食事としましてですね、その工夫が必要となってきますよね。料理は熱いものを避けて冷まして食べると刺激が少なくなります。まあ、少なくなるだけで刺激がなくなるわけじゃありません。痛いもんは痛いんですよ。これがね、ほんまに痛いもんは痛いんです。まあ、そこは避けて通れないんでね。でまあその塩分や酸味でしょ、で香辛料の強いものなんてほんまに食べれたもんじゃありません。あとはその柔らかい料理、おかゆ、柔らかく煮込んだうどんとかね、とろみをつけたりとか、裏ごしを、網でね、裏ごしをこうしてあげるとかっていうふうに食べやすいですけどね、僕の場合はミキサーでペースト状にしております。まあ、時にはそのミキサーでペースト状にしたやつをね、この水を、水分を多めにしてですね、サラサラの液体にしてね、こうそのままグググって飲んでる時もあります。まあ、その口の中にまとわりつきにくい食材がね、食べやすいんですよ。その口の中にまとわりつきやすい、つきにくいというか、その真逆なんですけども、納豆はね、割とまとわりつきやすいんですけど、まあ、備え付けのタレをね、使うのをやめているので、薄味になってくれて、僕はなんとか食べてるんですけど、でもその納豆そのものってどんだけかき混ぜてもですね、そのタレを入れたような柔らかさにはならないので食べにくいんですよ。めっちゃ硬いんです。でネバネバのネバレもネバネバのところもサラサラになるわけじゃないんで、余計口の中にまとわりつくんですけども、その納豆に関しては僕は納豆の味がね、勝つんです。
だからその食べたい食べたい願望がすごい出てくるんで、ちょっとそこは頑張って食べるようにしてます。でも気持ちのせいなんかわかんないですけども、納豆がまとわりついたところで僕の口は痛くないような気がします。まあ、気持ちの問題だと思うんですけど、そこはね、まあ、実際物理的にはまとわりついてるから痛いはずなんですけども、まあちょっと置いておいて、他にはですね、まあ、牛乳や卵豆腐などね、口に染みにくくて、サラサラでね、食べやすいですね。このようにですね、抗がん剤での口内炎でのね、お悩みの方はね、まあいろいろ試してみてください。まあね、人間なんてそのもう食べて口から物を入れてせんことには体が元気になっていかないんで、その内臓をこう動かしてあげる、胃に食材が入ったら胃が動くでしょ、で腸に入ったら腸が動くでしょ、その力をしっかり、力をつけるじゃないけど、動かせるうちはこう動かしてあげないと体の機能が良くなってこないと聞きましたので、ぜひどうにか工夫して食べていってください。で今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。